高山市中橋。宮川に架かる朱塗りの橋で、高山のシンボルの一つです。その中橋のたもとで人力車さんを見つけました。観光人力車極楽屋さんです。観光人力車はこの高山の地で昭和45年1970年に初めて生まれました。以来1年を通して優雅に町を案内しています。そうですね、気持ちかったとかまた乗ってみたいと言われる方もたくさん見えますね。はい、こちらではね、高山の名物がたくさん扱ってありますね。赤かぶ、大葉味噌、ひだ牛などいろいろなものがあります。大葉味噌の大葉の葉っぱっていうのはね、こちらの緑の葉っぱになりますね。ですけどね、このように青い時はね、大葉味噌には使わず大葉寿司など大葉餅などに使われますね。これが枯れてカラカラになった時にこういうふうに大葉味噌に使われますね。高山を熟知した旅の達人の車引きが丁寧にユーモアたっぷりに案内してくれます。昔ながらの出格子の連なる町屋をゆったりとセレブ気分で観光できます。なんか特別な人になった気分ですか？すごい乗り心地よくてびっくりしました。まるで江戸時代にタイムスリップした気分にさせてくれるこの人力車。旅館への送迎もしてくれるそうです。高山へお立ち寄りの際はぜひどうぞ。はい、OK、 ありがとうございます。